みんなが気になる映画の濡れ場シーンを研究する濡れ場研究会、調査員の桐島です。調査員の岡です。お願いします。お願いします。はい、今回はですね、私が調査してまいりました。今回ですね、調査したタイトルが、なんとこちらです。ですかね、セカンドバージン。セカンドバージン。恋は私を裸にするというタイトルですね。サブタイトルですね。はいはい、2010年のですね、映画で、主演が鈴木京香が出ております。で、まあ、これ、有名女優ですね。有名女優ですね。あと、深京もちょっとですね、はいはい、お嬢様役みたいな感じで、はいはい、ちょっとだけちょい役で出てるんですね。はいはい、これ、まあ、濡れ帳したんですけど、なるほど、濡れ帳。濡れ帳したんですけど、まあ、残念なことですね、濡れ場らしい濡れ場なし。なんと、なんと。タイトルはすごいそそるじゃないですか。はい、これ結構この、うん、看板っていうか、ジャケット写真も結構そそる。そそるんですよ。なぜ恋は私を裸にするって言ってますからね。大して裸にならないから。なるほどなるほど。はい、で、まあ、その代わりですね、その代わりで言っちゃなんですけど、キスシーンが3回ほどありますキスシーンが、キスシーンが3回ほどあります。それまだ濡れ場じゃないですよね。はい、濡れ場、濡れ場なんですよ。濡れ場なんですけど、その、まあ、その部分は映ってない。あ、なるほどなるほど。その手前のところ。手前のところ。はい、ということで早速ですね、一発目ですね、まあ、ワンシーン目はこちらの映像からですね、はい、ドンと。まあ、この男性の方がですね、病院ですかこれ。そうそう。なんかアジアの、はい、僕あんま聞いてなかったけど、はい、アジアのどっかでこうやられたんですよ。なるほどなるほど。ある人たちに、はいはいはい、で、元付き合ってたこの鈴木京香が来て、はい、まあ、そのアジアのどっかで看病してると。なるほどなるほど。でも、こう男性の方もほぼ記憶がないんです。これだって結構な致命傷で倒れてますよね。結構な大爆発してたんですよ。わーっつって逃げていって、包帯まみれでわーっつって逃げていったらバーンって大爆発してみたいな。これからこれなんです。この後に濡れ場ってあるんですかね。で、ここからどうなったのかというと、はい、ドンと早速濡れ場ですね。これ飛びまくってませんか。これね、実は、数年前なんですよ。あ、なるほど。この2人が昔こうだったねみたいなことを女性の方が思い出す。なるほどなるほどなるほど。そうですよね。突然こう行くんですけど、これ、はい、もうここがもう一番ピークぐらいの濡れ場シーンで、基本はキスです。あ、なるほどなるほど、はい、ほぼキス、ほぼキスですね。その後どうなったかというと、はい、ドンと。なんで起きたら一人。あ、これ起きたら一人。起きたら一人だったんですね。濡れ場、昨夜はあんなに愛し合ったのに、愛し合ったのに目が覚めたら起きたら一人、置き去りにされてるパターン、はいはいはい、で、ただね、これ確かこれ海外なんですよ。あ、なるほど。で、さっき の、 ベッドシーンは日本なんですよ。はいはいはい。なんでちょっとタイかどうかわかんないですけど、タイ、日本、タイでこれ時間を結構またいでるんですよ。なるほど。そういうケースですね。なるほど、はい、これすごいですね。なんか濡れ場シーンって結構その映像を、はい、まあ、こう急にこっちに飛ばしたりとかいろんなパターンがあるかと思うんですけど、時間を飛ばすパターン、ね、なるほどね。これだって、はい、かなりタイムラグがあるんじゃないですか。例えば今さっきの看病してるとこが今で、はい、濡れ場シーンがもう5年前で、これは3年前なんかね、そういう感じですね。なんですかね、セックスで濡れ場でタイムスリップしてるみたいなもんなんですかね。タイムスリップしてるですよね。で、なんかね、大して説明ないんですね。それに対する説明が、はい、でですね、もう一シーンあります。あ、本当ですか。もう一キスシーンあります。あ、なるほどなるほど。次はですね、この男性の方がラーメンを。ラーメン食べてますね。はい、ラーメン食べてたです、ね。はいはいはい、ラーメン食べてますね。ラーメン食べてたら、なんかこう、こう電話かかってきたんですよ。はいはいはい。で、なんか英語でやり取りしてたんですよ。はいはいはい、さっきのタイの、マフィアかなんかかもしれない。はいはい。ね。で、ここの、この後どうなったかというと、飛びましたね。飛びました。これも、これも時間またいでるんです。あ、またいでるんですね。はいはい、はい、これもだから、馬乗りになってますよね。すごい、これは飛びましたね。これなんでこんなに飛ぶんですかね。なんかですね、濡れ場シーンでこう時間をまたげる
短い濡れ場を使うと、そうそう、時間旅行できた濡れ場のタイムスリップ、タイムスリップですよね。すごいパターンですね。これ、どうなるんですか。これですね、はい、どうなるの、ラーメン食べて、これ、この後どうなったかっていうと、はい、どうなったまた一人また一人これね、やっぱこの鈴木京香に限らずかな、これ監督がそうなのかもしれない、はいはい、濡れ場の後は女性一人、女性一人、どことなく寂しそうに見えますよ。なんか寂しいんです、置いてかれた感じがしますよ、また。そうそう、これ確かね、このね、さっき男性ひどい目にあったじゃないですか、はいはいはい、女性のこと覚えてないんですよ、ひどい目にあったので。なるほど、なるほど。で、過去にあんなことあったよねみたいな、それラーメンからの導入はよく見えるこんなことあったよねと思いながら一人寂しいしですね。でもこれ、あの2回前にやった、バートゥベッドのパターンじゃないですか、ラーメンからベッドインは。あ、そうかもしれないですね、はい、ただ時間も空間もまたいでますけど、時間空間またいですけども、バーチャルベッドのパターン、うん、で、まあ、ラブホテルの、まあ、1階ですかね。そうですね、ラーメン屋さんがあって、ラーメンバーがあって、はい、それからのベッドイン、馬乗りパターンですね。で、新しくまたあの女性が1人取り残されるというぐらいですね。だからバーチャルベッドじゃないと、これラーメン R2B ラーメン2ベッドです、ね、ラーメン2ベッド、そのパターンですね、うん、これはまた新しい応用編です ね、うん、ですね、バートゥーベッドの応用編、あーですね、はい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 、バートゥーベッド枠にこう入れていきたいですねなるほど、はい、で次がですね、はい、もう一キスシーンあります、多いですね、セカンドバージョンなんです。あ、これ元も、はい、これはですね、これ今です、はいはいはい、はい、ちょっとこう記憶蘇ったんですよ、はいはいはい、男性の方が。で、まあ、この男性の方が左手から分かるようにですね、ちょっとこうよ引き寄せてる。なるほどなるほどなるほど。引き寄せてのキスですけどね。はあ、これ大丈夫ですか、まさか、あ、これはキスシーン、キスシーン、はい、この後どうなったかというとですね、これですね、ドンと山の上、そう、アジアの山の自然でごまかすパターンですね。これなんですかね、これは要するに今諸事情で映せないとかじゃなくて、じゃなくてもうまた想像にお任せしますっていう、なんかチュンチュン言ってる感じですよねなんかですね、こう映像的にこうた声で盛り上がるとかいうこともなく、そのキスシーンがこれもピークなんですよね。あ、これはあの3回目のキスシーンの後は濡れたっていうか、そのもうないです。ないです、今のがあのさっきの映像が一番もう濡れ場です。なるほど、はあ、5年前のお互いにもともと愛し合ってた時の、そうですね、だからがピークだ、昔愛し合ってたという映画ですね、この映画は。はあ、結局取り残されると。そうですね、まあそういう感じ。結構応用が効いた、ね、新しいパターンを含んだですよ、ね、うん、よくあの研究されてますよね、濡れ場の。ラーメントゥベッドで、うん、女性が一人取り残されるパターンですね、うん、そうですね。これ女性が一人取り残されるパターンってどういう専門用語であるんですかね。これ濡れ帳的には何ていう名前にしましょうか。やっぱりでも男性のパターンもありますからね。あ、そうですね、一人取り残されるパターンが、男性なのか女性なのかとなるほどなるほど、そういうパターンですね。それは何しましょうかね。名前が決まったらまたご報告させてあげてもらって、うん、はい、ですね、女性アローンみたいな感じです女性アローン、女性アローン、傍然女性アローン、ジェイ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 アローンですね。これはまたね、取扱説明書に書いておきたいですね。ジェイアローンってことは男性の場合、ディアローン、ディアローンD アローンということですね、まあ、ということで今回の研究は以上となります。どうもありがとうございました。さよなら。